丈夫かしら。そうよね、お父様が足を引っ張ってないかしら。きっと大丈夫さ。下せんのはブルーの将軍の部隊の行方だ。一体どこへ行ってしまったやら。そうだよな、これだけ戻ってきたのにまだ姿も見えねえ。ひょっとして俺たちがクルーガーと戦ってる間に。そんな不吉なことは考えるなよ。きっともう少し戻ればきっといるわよ。なんといってもこの私が強すぎる。すまないみんな、私の強さがこのような事態を生み出してしまった。お前それ本気で言ってんの？しっけえな、私は冗談で人に頭など下げん。とにかくもう少し戻ってみよう。Thank you.
これでよろしいですか？これでよろしいですか？これでよろしいですか？何をお買い求めになられますか？いらっしゃいませ。装備なされますか？
強行したやつは、だから俺は慎重に待てと言ったんだ。アイバーどこへ行ったんだ。やつの責任だぞ。はあ、アイバー殿は最初の襲撃で真っ先に逃走いたしました。ブルーノはどうした。やつはどうして戻ってこない。おそらく敵と交戦中なのでは。何でもいいからこの状況を何とかしろ。お前提督だろうが。提督来ます。もう逃げられんぞ。以前と立場が逆になったわね。
覚悟しなさい。ん？あれは？お父様。まさか連邦軍に追い詰められているとはな。でもブルーの将軍はいないみたい。そういえばあのエセ軍師もいないわね。元よりうさんくさい男だったからな。あの男は自ら天才軍師と名乗るような男は信用できん。男は私のように名実ともにあらねばな。すまねえが、お前さんはちいと黙っててくれねえか。なんて失敬な男なんだ君は。とにかく危険にさらされているのは間違いない。助け出すぞ。将軍、敵の新手です。今頃来たとて何ができる。お主らは過去に必要らを仕留めよ。はっ。わざわざ連邦領内に入ってくるとは好都合。お前たちたっぷりと歓迎してやれ。お任せを。近づかれると厄介だ。二手に分かれて連中を攻撃するぞ。はい、バルク将軍。お前たちは砦への攻撃を続けろ。はっ、了解しました。連中がこちらへ来るぞ。みんな注意してかかれ。もう、奴は、奴とエミリーを戦わせるのは。どうしましたか、バルク将軍。いや、そのだな。やはりお前は過去室を狙う方がいいかもしれん。将軍、真面目に指揮してください。ああ、すまない。奴らを包囲するぞ。気をつけろよ、エミリー。ああ、では、向かいます。Thank you.
ダイバーのやつめ、やつがろくな作戦を考えんからこんな目にあったではないか。とりあえずあの砦に避難しましょう。味方が助けに来てくれたようですから。もうだいたい貴様がアイバーの策を止めなかったのがいかんのだ。カゴンシス王、急いで砦に避難してください。入り口は私が守ります。分かっておるわ。だが、こうなったら腹をくくるしかない。せめて奴がわしの方へ向かってくれることを祈るだけ。よく見えないんだ。ブルーの将軍？いえ、彼の部隊です。そんなことよりも提督、急いで砦に避難してください。ああ、すまない。
そろそろこの間、お前も戦いに参加しろ。水中で待っていた甲斐があったぜ。異常船なら俺は無敵だぜ。お前らを血祭りにあげてやる。副兵か。サーペンナイト相手に水上船は危険だ。みんな気をつけろ。
Yeah.
に任せて、お前は下がれ。うん、任せたぞ。行くぞ、エミリー。はい、ラゴン様。Thank you.
できればこの私がとどめを刺してやろう。We'll be right back.
残ったのが我々だけとは。これ以上の作戦続行は無理ですね。ブルーナどうした？奴の部隊はどうなったのだ？私たちがここへ向かう間にはブルーの将軍の部隊はいませんでした。それに連邦と戦った形跡もなかったわ。とにかくこれ以上は戦えません。王国へ戻って対策を練りませんと。わかった、それは認めてやる。よし、帰国の準備をしろ。は、これだけが残存兵力ですか。過言失踪、提案なのですが、彼らを正規軍として認めてはいかがでしょうか。ほほ、ついに私たちの力をお認めになられましたか。正規軍か。はい。そして部下を失ったセレナ将軍を彼らの補佐役に加えます。さらにその部隊の指揮を彼に任せようと思います。俺に？そう、君を将軍として正式に我が軍に迎えたい。バカを言うな。こんなどこの馬の骨とも知れんやつを将軍などにできるか。しかし奴は俺の娘がいたから勝てたんだ。正規軍入りは認めてやるが、奴を将軍になどできん。
士たちだけでお父様をお救いべきだとお考えですか？おお、そうだ。シェルハニール、お前が将軍になればいい。私ですか？いいじゃない、姉さん。ダリアだけの将軍になんてこの場を収めちゃうよ。実際の指揮は彼やセレナ将軍に任せればいいじゃない。お受けしますわ。セレナ将軍、よろしくお願いしますね。はっ、私でよろしければ。しましょうか。お父様、しっかりなさってください。お前の花嫁姿も見られた。もう思い残すことはない。父上、そんな顔をするな。人の命はいずれ尽きるものだ。お前の晴れ姿を見られただけ。父上、父上。残念ですが。お父様、父上。いよいよだな。どういうつもりだバルク。エミリーとヤツを戦わせると。落ち着けランフォード。あれは不可抗力というやつだ。俺はお前を信じて彼女を任せたのだぞ。だから不可抗力だと言っておろうが。彼らがクルーガーの待つ吊り橋の方へ行ったから我々が皇族の本体へと向かったのだ。なのにあの連中わざわざ戻ってきおったんだ。驚いたのはこっちの方だ。すまない、言い過ぎた。なに、お主が取り乱す気持ちもわかる。とりあえず今回は最悪の事態に至らずに済んだが。ああ、いつ間違いが起きるとも限らぬからな。奴らへの追撃は俺が何とかしよう。お前はもしものために港へ向かってくれ。なるほど、そういうことか。もし何かあればすぐに連絡をよこしてくれよ。ああ、その時は頼む。